皆さんこんにちは。元スマップで現在はオートレーサーの森勝幸さんが11月19日に小倉競輪場で行われた第66回競輪祭のトークショーに参加しました。この日森さんが古巣の仲間に言及する場面があり、スマップファンの間で話題を呼んでいるといいます。まずはどのような発言があったのか見ていきたいと思います。そして最近木村拓哉さんの発言があまり良くないという情報があります。合わせて木村拓哉さんの近況も探ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。森さんは1996年に人気絶頂だったスマップを脱退し、オートレーサーに転身しました。2020年11月には日本選手権で優勝する快挙を見せたのですが、その後悲劇に襲われます。森さんは2021年1月に落車事故により骨盤を骨折する大怪我を負いました。容体が心配されましたが、2023年4月に川口オートレース場でなんとか復帰を果たしました。2024年11月29日から森さんの生き様に迫ったドキュメンタリー映画オートレーサー森勝幸約束のオーバル劇場版が公開される予定ですと芸能記者は語ります。19日のトークイベントの合間に森さんは小倉競輪公式 YouTube チャンネルの生配信にゲスト出演しました。その中で競輪選手との交流や映画について語る中、スマップに関する話題も飛び出したのです。会場にいた森さんのファンと思われる女性から、仲間とは連絡を取っているかという趣旨の質問をされました。森さんは5人とですね、ペースは決まってないです、ただ今日香取慎吾ちゃんと連絡取りましたと答えたのです。森さんの口から出た5人という言葉は、森さんがスマップメンバー全員と連絡を取っていることを示唆しているのかもしれませんと関係者は続けます。スマップは2016年末に解散しました。木村拓哉さんはスタートエンターテイメントに残る一方、稲垣吾郎さん、草なぎ剛さん、香取慎吾さんの3人は2017年から芸能事務所カレンに、そして中居正広さんは2020年から個人事務所のんびり中居に所属し、別々の道を歩んでいます。そんな5人と森さんの交流が続いていることを思わせる発言を受け、 X では歓喜の声が続出しました。5人とは時々連絡取ってますの5人とを赤太文字にしたい、5人とは定期的に連絡取ってるって言ってくれる森くん強すぎて好き大好き、このやり取りが嬉しいな、森くん教えてくれてありがとう、森くん日本一のレーサーとしてオートレースのことを発信しスマップのことも発信してくれるって、どちらもできるなんてすごいよ、たった一頃にファンは大きな安心感を覚えているようです。芸能陰と陽、森さんは2021年1月に香取さん、稲垣さん、草薙さんの3人とインターネット番組 7.2 新しい別の窓元日スペシャルで共演しています。それなのにファンはなぜ森さんが元メンバーたちとの交流を明かしたことにここまで騒ぐのでしょうか。森さんが2022年12月25日に元プロ野球選手の高橋義彦さんの公式 YouTube チャンネルに出演した際、スマップメンバーとの関係について話す場面がありました。ただその際は中井くんとか新しい地図の3人とはずっとつながっているんですけど、木村くんとはつながってないですね、連絡が取り合えない感じですと木村さんとは疎遠になっていることを明かしていたんです。そのため一部のファンの間で森さんと木村さんが微妙な関係になっているのではないかと心配する声も上がっていましたと解説します。しかしトークショーで5人との言葉が出たことから、2年経って木村さんとも連絡を取るようになったと感じたファンが多かったのでしょう。森さんが5人と交流するようになることで期待されることもあるといいます。それは森さんがスマップ再集結のキーマンになりうるからでしょう。解散騒動の際、唯一事務所に残った木村さんと他の4人という木村さんだけ孤立するような構図がたびたび取り沙汰されました。そのためスマップの再始動も難しいと思われていたのです。ただ森さんはスマップ時代、木村さんとプライベートで遊びに行くなど一番仲が良かったですし、中井さんや香取さんとも親交があるので、森さんを通じてスマップが集まるという可能性もゼロではないと思いますよと述べている人もいます。このことについてファンは様々な意見を述べています。スマップが6人で活動していた時代を知らない若い世代の方々も多いと思いますが、オリコン1位を取れずに悔しい思いと葛藤しながらがむしゃらに頑張っていらっしゃったのが懐かしいです。叶うならもう一度だけでも6人揃っての歌唱を見てみたいです。中井くんや木村くんとの絡みは
見たいだろう。両方親分肌で兄貴的存在です。中井くんは森くんのために一緒にオートレースに移籍会見も出ていた。会社の静止を振り切ってな。伝説的な男だよ。いつかは6人で何かやってほしい。アベマで森くんのレース観戦と会いに行く3人の企画すごい面白くて、香取くんとの熱い抱擁がすごい印象的でした。全然会っておらず、その時の企画が久しぶりだったとのこと。でも全然そんな印象なく、そのまま話していく流れは時の流れを感じませんでした。オートレース見に行けばよかったなとか、昔の話とか、森くんと稲垣くんが2人で話したことないから、2人になったらどうしようと困惑する森くんも面白くて、多分この企画からちゃんと連絡取るようになったんだと思います。再結成はもちろん望んでいるようですが、森さんが主導するというのは少々考えにくいことでしょう。さて、11月11日に52歳を迎えた木村拓哉さん。ちなみに家族でお祝いメッセージをネット上で送り合う姿にこんな声が寄せられていました。家で普通におめでとうで済ませればよいのでは。家の中でおめでとうって言い合えばいいと思うけど、こういう人たちは発信することが常識になっているのだろうから、家族おめでとうっていうのも外に向けて言うんだね。家族団らんで過ごしたのかな。若い頃の写真はアップするけど、最新の家族団らん写真はアップしない。でも SNS でおめでとうと言う。どうしてわざわざ直接言わない。毎年だよね。当日家にいないとしても家族 LINE あるでしょ。それに直接入れたらいいんじゃないの。よくわからん家族関係だわ、などの冷たい反応ばかりだったそうです。芸能陰と陽。そんな木村拓哉さんの発言が再び注目されているそうです。それは現在行っているライブツアー、拓哉木村ライブツアー2024 See You There 横浜公演でのことでした。12日配信のネット情報によれば、前回のライブから現在までを振り返り、この2年の間に人生で初めて腐りかけたと発言したというのです。これは SNS で瞬く間に話題になりました。木村さんといえば、昨年表面化した子ジャニー喜多川氏の性加害問題の煽りを受けて、日産自動車や日本マクドナルド、オープンハウスといった大手のクライアントを失いました。一部では制作中の主演ドラマ教場さんの撮影再開が難航しているとの指摘もあります。そうしたことへの恨み節とも取れる木村さんの発言に対し、 SNS ではがっかりさせられた、被害者のことを考えたら口にするべきじゃない言葉でしょ、腐りかけたなんて甘えてない、そんな状況が辛いなら事務所を出ればいいだけと厳しい声が目立っています。来月29日には2019年10月期にオンエアされた木村さんの主演ドラマグランメゾン東京のスペシャル版が放送される予定で、年明けは正月の恒例番組となった明石家さんまさんとのバラエティ番組3択も放送される予定です。新たに契約したダンディハウスと奏でるのシーンも好評と、少しずつではあるがイメージ回復に向けて歩き出した矢先の木村さんの今回の発言に関する報道は、思った以上に彼にダメージを与えているようです。それでなくても木村は性加害を正式に認め、謝罪したジャニーズ事務所の会見の数時間後に自らの SNS に「Show must go on」と投稿したり、先月亡くなった西田とさん「去年76」を偲ぶ言葉に「虹の橋を渡った」という表現をラジオ番組「木村拓哉フロウ」で使い、顰蹙を買いました。さらに今回のライブでの発言を合わせた「失言3連発」はテレビ関係者の間でも話題になっていて、せっかくスポンサーがつき始めたのにまた何か出現するんじゃないかと、クライアントの中にはヒヤヒヤだよねとか、グランメゾンスペシャルがしばらくの間地上波ドラマの見納めになるんじゃないのなんて穏やかでないことを口にする人もいると芸能関係者は述べていました。いかがだったでしょうか。今回は木村拓哉さんの発言が話題になっていることや近況について見てきました。業界では今後の木村さんの活躍について、配信ドラマや動画といった特定のジャンルに限られることになるかもしれないと話しています。木村がこれまで通り活躍するとすれば、ドラマグランメゾン SP の地上波での高視聴率に加え、12月30日公開のグランメゾンパリのメガヒットが求められることになるでしょう。マスカレードシリーズは2作で興行収入は約 84.5 億円ですから、可能性はまだ十分に残っていると思いますが、彼は難しい局面に立たされていますと関係者は述べています。キムタクの失言連発がどんな形でドラマや映画に影響を与えるのか注視したいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします。